皆さんこんにちは。超ワールドサッカーデイリーニュースです。レアルマドリーを率いるジダン監督の三男、アンダー17フランス代表ミッドフィルダーテオ・ジダンがUEFAユースリーグデビューを飾りました。26日に行われたUEFAユースリーグのパリ・サンジェルマン戦でベンチ入りすると、80分に途中投入され、UEFAユースリーグデビューを果たしました。なお、91分にはチーム6点目となるゴールをアシストし、6対3の勝利に貢献しました。FC 町田ゼルビアは27日、相馬直樹監督の退任を発表しました。現役引退後、2010年に町田で監督キャリアをスタートさせた相馬監督。3年後に川崎フロンターレから復帰すると、2015年に J2 リーグ昇格、2018年には優勝を争うチームにまで導きましたが、今シーズンは最後まで残留を争い、18位でシーズンを終えていました。相馬監督は、ゼルビアファミリーとの6年間に感謝するなどとコメントしています。トッテナムを救ったボールボーイに注目が集まっています。トッテナムは26日、チャンピオンズリーググループ B 第5節でオリンピアコスと対戦。1点ビハインドで迎えた後半、敵陣でボールがサイドラインを割ると、ボールボーイが早急にディフェンダーセルジュ・オーリエにボールを託し、この流れから同点弾が生まれました。なお、試合はその後もゴールを重ねたトッテナムが4対2で逆転勝利しています。チャンピオンズリーグの第5節が26日に行われました。レアル・マドリーと対戦したパリ・サンジェルマンは2点ビハインドを終盤に追いつき、2対2のドロー。この結果、パリ・サンジェルマンが首位通過、マドリーが2位通過となりました。また、ユベントスはアトレティコ・マドリーを下し、首位通過が決定しました。なお、マンチェスター・シティ、バイエルンの首位通過、トッテナムの2位通過も決定しています。徳島ヴォルティスは27日、ディフェンダー久米幸太郎がオランダ2部リーグ、ローダ JSA のアンダー19、21チームの練習に参加することを発表しました。ジュニアユース時代から徳島の下部組織でプレーしてきた久米は2019年にトップチームに昇格、今シーズンは天皇杯で1試合に出場していました。なお、期間は11月29日から12月15日までと予定されています。以上、超ワールドサッカーデイリーニュースでした。